皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回のテーマはですね、先日、ウェルビーイングオンラインスクールを受講して劇的に伸びる方とそうではない方の特徴というテーマで、ブログかメルマガかどっちか忘れましたけど、ちょっと書かせていただいたんですね。で、一言で結論を述べさせていただきますと、その答えっていうのは、とにかく何らかの形で頑張ってる。で、頑張って練習してるんだけど、その練習のやり方にどっか偏りがある人っていうのは、その偏りを修正するだけでいいので、劇的に伸びていくパターンが多いんですね。早い話が、頑張ってやってるんだけど、どっか偏りがあるっていう人に関しては、劇的に伸びていきます。一方で、そもそもこれまであんまり頑張ってやってこなかった人っていうのは、ウェルビーイングオンラインスクール受講する人って大体は皆さんすでに頑張ってやってる方なので、劇的に伸びていくパターンが多いんですが、そもそも頑張ってやっていない人、っていうのは、土台から作っていく必要があるので、ちょっと時間はかかるかなと。ただですね、それも一から土台を作っていけばいい話ですし、その適切な土台の作り方っていうのもお伝えさせていただきますので、やっぱり成長は早いです。ただですね、そういった特徴がありますよということですね。で、そのブログかメルマガか忘れましたけど、書いた後に改めて考えてみたらですね、ゆっくり走れば速くなるとかっていう話聞いたことあります？皆さんは。ここに真ゆっくり走れば速くなるっていう本があるんですけど、そもそもですね、これ浅井恵理子さんの書かれた本なんですが、浅井恵理子さんの指導者の佐々木功さんっていう方がゆっくり走れば速くなるっていう本を書いて、で、その佐々木功さんが浅井恵理子さんを指導して、浅井さんもマラソン2時間26分の、5000も15分半ぐらいまで伸びてるんですね。で、それで浅井恵理子さんが真、ゆっくり走れば速くなるっていう本を執筆されています。で、私もゆっくり走れば速くなるも読んだんですが、ちょっとですね、どっか行っちゃったんですよね。手元にあるのは真ゆっくり走れば速くなるっていうこの本しかないんですが、この本にはですね、どういうこと書いてあるかっていうと、お前はスピードがないわけじゃない。記録が出ないのはスピードが出ない体と走り方をしているからだ。スピードが出る体を作って走り方を変えればお前だって速く走れるようになるっていう、理論のもとですね、とにかくゆっくり長く走って、身体資源を開発して、それにスピード練習を加えて、競技力を向上させていくっていうのが基本的な考え方なんですね。でもですね、ちょっと私結構疑問に思っていて、っていうのは浅井さんぐらいの競技レベルの選手がですね、そんな1キロ5分半とか1キロ6分の LSD でほんまに競技能力伸びんのかというのはかなり疑問です。っていうのは、なんでそういう疑問を持ってるかって言ったら、私自身もやっぱそういう練習をしてるからです。月間1000キロとか月間1200キロとかっていう練習もやってるんですね。で、その経験として、そういった LSD 的なやり方には非常に懐疑的なんですね。で、実際浅井恵理子さんも LSD だけやってるわけではないですから、結局 LSD で強くなったって言えるのかどうか、私の中でかなり疑問なんですよ。で、そうやって考えた時にですね、そもそもその佐々木功さんがゆっくり走れば速くなるって言い出したきっかけはですね、ご自身がなかなかその故障とかオーバートレーニング続きで結果が出なかった時に、故障を機にですね、スピード練習ができなくなったんですね。で、スピード練習ができなくなってゆっくり走ってるとですね、ゆっくり長く走ってると競技能力が向上していることに気づいたんですよ。で、ゆっくり走れば速くなるってことをやったんですが、これよくよく考えてみるとですね、先ほどのパターンと同じでバランスが一時的に補正されたんじゃないかって思うんですね。つまりそれまで佐々木功さんはオーバートレーニング気味だったんじゃないかと。それが故障でスピード練習ができなくなってゆっくり長く走ることしかできなくなったと。で、これ全く走れないってなると結構走力って落ちるんですけど、ちょっとでもジョギングできてたらある程度走力って維持できるんですよね。じゃあそうすると佐々木さんはオーバートレーニング気味だったのが解消されて、そこからちょっと具体的にどういう練習内容でレースに臨んだのかっていうのは分からないですが、軽くちょこちょこっと流しとか入れてですね、軽く刺激を入れてレースに出たら好記録が出たんじゃないか。つまりオーバートレーニング気味だったのが補正されただけなんじゃないかっていう結構思ってるんですよね。で、その話をそういうふうに考えていくと、それに近いパターンがですね、やっぱりリディアードなんですよ。これ小松美冬さんのリディアードのランニングバイブルと、ランニングトゥザトップっていう原著がありますけれども、これも読んでいくとですね、
かにリリヤードっていうのは走り込みをしっかりさせます。ただ走り込みをしっかりしてはいますが、あのスピード練習もやってないわけではなくて、むしろですね、常人にはなし頭ないようなレペティショントレーニングもやらしてるんですね。でそれにまあレースとかタイムトライアルっていうのをうまく使いながら、まあ、レースで結果を出すっていう手法をとっています。でこれも時代背景を考えるとですね、アーサー・リディアードが選手として指導者として活躍してた時代っていうのはインターバルトレーニング全盛期だったんですよ。もう本当に週7日中5日はインターバルトレーニングみたいな、そんな無茶苦茶な練習をしていた選手もいた時代なんですね。じゃあそうすると何が言えるかっていうと、実はリディアードもその走り込みが重要みたいに思われがちなんですが、まあそうじゃなくてですね、その偏ったバランスが補正されたんじゃないかという見方もできるわけなんですよ。だってリディアード自身は別にレペティショントレーニングも入れてるし、普通にタイムトライアルとかも入れてますからね。まあ、そういうふうに考えると、やっぱりそのバランスの悪さっていうのが補正されたんじゃないかっていう見方もできます。でリディアードの場合もう一つその顕著なのは、トレーニングの着分けっていうものをしっかりしますよね。でこのトレーニングの着分けっていうのもある程度そういう見方ができて、やっぱりある期間に一つのトレーニングに重点を置くことで、まあ、ある意味ですね、意図的にバランスの悪い状態を作っていくんですよ。でじゃあなんでそういうやり方をするのかっていうと、人間の生物学的、体力エネルギーっていうものには限界があるからです。人間っていうのは遺伝子、まあ、いわゆる DNA ですね、 DNA の中にはかなり多くの情報が埋め込まれているんですが、私たちはその 1% とか 2% 程度しか使っていないというふうに言われています。でこれはよくね、潜在意識の開発とかって言って、実は私たちの能力は 1% 程度しか使っていないんですよっていう時の根拠にもなっているんですが、これはですね、例えば私はマラソンランナーとして、潜在能力の 1% 程度しか使っていないという意味ではないんですよ。一応これでも2時間13分ぐらいまで行ってますから、まあ、自分の限界がどこにあるのかっていうのは分からないですが、ただ結構自分自身の限界に近づいているはずです。ただ私は水泳もやらないし、野球もやらないし、サッカーもやらないし、バスケットもやりません。そうやって本来はトレーニングをしたりとか訓練を積めばできるはずのことも、私はそういった訓練とかをやっていないんですね。そういう意味で 99% ぐらいは、まあ、潜在能力あるんじゃないかなっていうふうには思っています。で重要なのは、人間の体っていうのはそのできるだけ自分の必要な能力だけを残して、不必要な能力っていうのは使わないようにしていくんですね。それは何でかって言ったら、生物学的なエネルギーに限界があるからです。だから必要な能力を伸ばしていこうと思ったら、こう特化させた方がいいんですよ。でこれはトレーニングに関しても同じことが言えて、やっぱり本当に基礎体力をつけようと思ったら、基礎体力をつけるような練習に重点を置く時期が欲しいんですね。あるいはそのレペティションにその重点を置くのであれば、レペティションに重点を置く時期を作った方がいいし、レースで結果を出したいのであれば、レースで結果を出すことに重点を置く時期を作った方がいいんですよ。なぜならば、人間の生理学的なエネルギーには限界というか、上限があるからです。でリディアードのトレーニングもですね、そうやって考えていくと、着分けっていう考え方はある意味では意図的にある程度アンバランスな状態を作っておいて、それを全体で見た時にバランスを整えていく、まあ、そうすることによってですね、全て同時にやるよりも高い能力を発揮できるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ人間誰しもそうじゃないですか、5つも6つも同時にやろうと思ったら効率っていうのが落ちますよね。だから本当だったらもっと高い能力を発揮できる人でも、5つも6つも同時にやらせたら波の人以下の効率しか出せないじゃないですか、作業能力しか出せないじゃないですか。だからそれではあまりにも作業能力が低いから、1つの物事にこの時期はこれに集中する、この時期はこれに集中する、この時期はこれに集中する、まあそうすることによってですね、その限られた生物学的な生物としてのエネルギーっていうのを、まあ、有効活用することによって、でただ最後はそれを一つにまとめなきゃいけないから、まあ、最後はそれを一つにまとめられるように全体でバランスをとって、結果を出してきているんじゃないかなというふうに思います。まあそんなわけでですね、何が伝えたいのかよくわからない動画になってしまいましたが、まあ一番伝えたいのはですね、そういったキャッチーなコピーに飛びつかない方がいいですよっていうことですね。これさえやっときゃサブ3とか、これさえやっときゃサブ映画とか、そういうキャッチーなコピーに飛びつかない方が身のためですよっていうのが、一番お伝えしたかったことです。というわけで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。